鹿児島市交通局500系電車は、1955年に、登場した鹿児島市交通局の路面電車車両である。鹿児島市交通局では戦前未来、東京支店、東京都電との縁が深く、戦前から戦後にかけて400型を、合計30両譲り受けした100系、木造二軸単車、1949年に、旧王子電機車である120系の4000型への、 交代化で余剰となった旧車体を譲り受け交代化した300系ボギー車、それに1950年から1953年にかけて同じく4000系の交代化で余剰となった旧4 0 0 0 4 1 0 0 4 2 0 0系の車体16両分を譲り受けした400系木造ボギー車と戦中戦後の最も厳しい時代に 多数の車両を東京から譲り受けして使用してきた。しかし、これらの譲り受け車は、実局工場で高代化や外反を、後半張りにするなどの改造を実施したものの、いずれも製造から20年以上経過した、老朽木造車であることには、変わりはなく、戦後世相が安定すると、次第に陳腐化が深刻となった。そこで、1955年より、 在籍車両の体質改善を目指して近代化計画が実施されることとなり400系の時局工場性構成車体への改造を進める一方でこれとは別にメーカー外中の新車を投入して疲弊が目立っていた二軸単車の淘汰を進めることになったこうして1955年から15両が製造されたのが本形式である製造は東洋工機が担当し 以下の順で3回計年度予算に分けて発注され、順次竣工した。全長 12,500mm、全幅 2,300mm の近代的な反抗性車体を備える。基本設計は、同時期に東京都交通局が量産を進めていた7000型を参考にしたとされるが、本形式が設計された時点ではメーカーである東洋工機は、 未だ7000系の製造に参加しておらず、また、車体の最大幅も、両局の地上設備の条件の相違から7000系の 2210mm に、比して 90mm 広くなっており、むしろ本形式と同時期に、東洋工機が、東京都交通局へ納入した2000系、最終グループとの類似性が強い、7000型とは似て、非なる設計となっている。窓配置は、 東京都電7000型と同様、扉位置を左右非対称配置とした D4D121 で、運転台に隣接する窓はいずれも細窓、運転台に隣接する客用扉は連接式の2枚引き戸、中央の客用扉は1枚引き戸となっており、中央扉の戸袋窓と反対側の側窓部には車掌台は設置され、側窓もここのみ、車掌の客扱いの利便を考慮して2枚、 横引き構造とされている。なお、客用扉は、ドアエンジン付きの自動扉で、これは、鹿児島市電としては、初採用である。側窓は二段上昇式のアルミサッシで、両端の細窓と中央の戸袋窓のみ、H ゴム指示による固定窓とされ、両端の細窓以外については、下辺近くに保護棒が一本線路と平行に、取り付けられている。つま面は二枚窓の上部に、 方向膜を設置し、総火中央に一等白熱電球による全消灯を設置、さらにその向かって、左下に外付けの微灯を一等設置する。なお、妻窓は向かって、左側が下段上昇式の二段窓、右側は一枚窓となっており、フェンダー上部には、都電7000型と同様、三枚構成のアンチクライマーを装着している。座席は全てロングシートで、 新造時に室内灯に白熱灯を設置して製造された鹿児島市電として最後の形式である。車体は当時最新流行を追った本形式であるが、主要機器については従来と大差ない平凡な設計となっている。設計当時、日本の路面電車で標準的に採用されていた標準機関用電動機の一つである SS-50 を第二、 第三軸に一機ずつ吊り掛け式で走過する。波数比は59,14である。東洋電気製造 DB1K4 直接制御機を搭載する。DB1K シリーズはもともとイギリスのデッカーワークスによって開発され、東洋電気製造がライセンス生産していた機種で、後に三菱電機によって、 ピンアサインなど各部仕様をデッドコピーされた機種が KR-8 として大量生産されるという経緯をたどり、結果的に日本の路面電車における事実上の標準制御機のルーツとなった。そのため操作や動作は模倣品であり、鹿児島市の多形式で採用されている KR-8 やその互換品である。 日立製作所 DRBC-447 となんだ相違はない。モデルとなった東京都電7000型では、本形式設計の時点で、すでに、プレス材溶接構造の極形式 D-20、経営移行していたが、本形式では7000継承記者が装着した極形式 D-18 と同様に一体、中高生大車枠を備える住友金属工業。 FS-67 を装着する。これは、側枠中央から釣りリンクで揺れ枕を釣り下げて、コイルバネによる枕バネで車体を指示し、さらに各一組のコイルバネと、ペデスタルと呼ばれる、修道部品で軸箱を指示、案内する簡素な設計の軸バネ式台車である。軸距は 1400mm、車輪径は 660mm で、 DE-18D-20 と同値となっている。制御弁に PV-3 を使用する SM 直通ブレーキを搭載する。501から506の6両については、終電装置として、当時標準であったビューゲルを、車体屋根中央に設置して進行している。これに対し、エゴの507から515については、片方の台車の心皿中心直上に中心が来る。 一に、鹿児島市電としては、初採用となる皮脂枠パンタグラフを搭載して、竣工している。本形式は、その新造以来、長らく、鹿児島市電の主力者として徴用された。その間、鹿児島市交通局の営業政策の転換や、社会情勢の変化により、2回にわたって、大規模な改造工事が実施されている。1960年代後半の、 ワンマン運転開始に伴い、1969年5月に、何は後期でワンマン化改造がなされた。この際には車体を、尼崎の同社工場へ輸送して、以下の通り改造工事が実施された。1981年には、サービスアップのため自局工場で507.512-2冷房装置を搭載、鹿児島市電発の冷房車となった。 この改造は経営年による老朽化対策としての更新工事も兼ねていたため、ワンマン会以上の大工事となり、以下の改修が実施された。この改造は他社にも波及し、1984年までに1980年に起こった衝突事故で廃車となった505.511を除く全社の冷房化改造が他形式に先駆けて完了した。なお、この改造に伴い、 501から504.506のパンタグラフが A 台車直上へ移設されており、冷房改造完了当時在籍の13両前車について形状がほぼ統一された。1999年から2001年にかけてバリアフリーに可能な範囲で対応すべく、車内上降口ステップ周辺の一部を切り替えて一段ステップを増設する工事が行われ、上降の容易化が図られた。 また2006年頃には一部車両の前面右下に補助灯の取り付けがなされた。機器の構造が単純で保守の容易な500系の置き換えは他社に比べ後回しとされた。そのため、自己配車の2両を除く13両は21世紀に入るまで揃って運用を続けた。しかし新造から50年が近づき老朽化が進んだ。 ことから2002年の線0 0ユートラム収益開始以降、これら新造車との置き換えにより、本形式の淘汰が開始された。線型が投入された2002年には506.510が、翌2003年には515が、2005年には502.503、2007年には7000系ユートラム2の導入が開始されたため509.514。 2008年には513がそれぞれ廃車となり、504.507は2019年2月28日の運用をもって引退した。そのため、本形式は口述する芝刈り電車に転用された512を除く501のみが旅客営業に使用されている。鹿児島市交通局では2006年より起動時期の緑化事業を進めており、2010年には 緑化軌道の保守のため、世界初の芝刈り電車を製作した。これは、ボギー台車を流用して設計された小型貨車に、芝刈り機と吸引装置を設置し、牽引する車両の車内に設置された水タンクによって、山水や芝生の施肥といった総合的な軌道メンテナンスを行うものである。その牽引車両兼山水電車として、本形式の512が充当され、 芝刈り電車の台車には、廃車となった513から捻出された FS-67 が流用されている。廃車になった車両のうち、保存車は以下の5両が減存する。なお、保存された車両の塗装は509以外、緑黄色に白帯の標準塗色である。509号のみ廃車時の広告塗装のロゴを消した状態で譲渡された。また、百十五が、 廃車後の一時期、交通局内にて白に、緑帯の塗装に、変更の上で、ミニ電車資料室として利用され、年に一度開かれる、湯から湯フェスタの際に公開されていたが、これはすでに解体されている。ありがとうございます。